はい、皆さん、こんにちは。これから出会いショートストーリー始めていきたいと思います。本日はですね、カメラマン兼、動画、ホームページ、パンフレットの作成の、制作ディレクターをしていらっしゃいます、岸本良仁さんをお招きしてインタビューしたいと思います。では、岸本さんの方から簡単に自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、すいません。よろしくお願いいたします。岸本良仁と申します。お願いします。今僕は、まあ、関西圏を、中心にカメラマンとして、メインで活動していまして、まあ、人物だったりとか、物撮りとかっていうところとかですね、まあ、いろいろ幅広くご家族とか、アーティストの方とか、たくさんの方の撮影をさせてもらっております。で、それと、また別で、制作のディレクターということで、一応、まあ動画とかホームページとか、あとパンフレットっていう紙ツールとかノベルティとかっていうところの、まあ、企業様であったりとか個人の方の、そういった、ツールの制作っていうところを、企画段階のところから、まあ、コンセプトメイクから、そこから、まあ、実際の制作進行の進行管理というところとか、一連の作業というところをディレクターとして、担当させてもらっております。はい、ありがとうございます。その今日、岸本さんをお招きして早速質問に移りたいと思います。はい、ではですね、岸本さんが今、はい、目指している目標としているその夢やビジョンなどありましたら教えてください。そうですね、はい、なかなか難しい質問かなとは思うんですけれども、で、まあ、夢とかビジョンとかって言ってしまうと、なんかそんな大それた、ものではないんですけれども、まあ目の前にいる、まあ、いろんな方たちを、まあ、少しでもこう何か、笑顔にできたりとか、まあ、感謝されたりみたいな、なんかそういう、まあ体験をたくさんしていきたいなっていう思いが、まあ、すごい僕の中ではあって、で、その中で、今カメラマンっていう仕事であるとかディレクターっていう仕事を通じて、まあ、あと直接関わることで、そういった、ことを広げていくっていう活動をもっとしていきたいなっていう、まあ、夢というか目標というか、があるかなっていうところです。あとはなんかもう一つあるのは、そうですね、いろんな、まあ仕事を通じて、まあ、なんかこう新しいものが、生まれる瞬間がすごく好きなので、何かこうそういった瞬間に、自分が、まあ、関われるような、携われるような、まあポジションでいたいなと思うので、こう人と人をこう何かつなぐような、何かこうその、まあ、なんかあわよくばその中心に自分がいて、新しいものがいろんな人の思いとか、まあ、こうスキルとかでできていくっていう瞬間をこう見て、なんかもうワクワクし続けていきたいみたいな、なんかもうすごい自分勝手な欲望なんですけれども、そういうのもあったりするんで、すごいゴールというとすごく大げさかなと思うんですけれども、なんかそういうことをまあ考えて日々、まあ、生きていきたいなっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。すごくなんか生きた、はい、現場での声というか、そういったものを、まあ、2つ2つ大きく分けて、まあそうですね、はい、ちなみにその、はい、新しいものが生まれる瞬間ってどんな感情とか、どんな気持ちになってるんですか。どうですかね、どんな感情になるか分かんないですね、分かんないですけど、なんか僕自身すごくなんかいろんな、まあ、過去に、まあ、一人で旅行、一人旅行ったりとか、なんかまあ新しい、環境にこう積極的に割と飛び込んでいくタイプではあって、一人でガンガンこう他のコミュニティに入っていって、でなんかこういつの間にかそのコミュニティの、まあ、中でワイワイやってるみたいな感じがあるので、どんな感情なんでしょうね、ちょっと分かんないですけど。うん、そうですね、うん、でもなんか自分のそういうなんか直感というか、ワクワクする気持ちは大切にして行動していきたいなっていう感じではあるんですけど、ごめんなさい、回答になってないですね。いえいえ、とんでもないです。はい、シンプルにワクワクという言葉が、はい、先ほどからもう 何度も出てきてるので、なんかそれがすごく中心に、楽しく、はい、ワクワク楽しく、はい、活動されている雰囲気がめちゃくちゃイメージできるので、はい、ありがとうございます。はい。ではですね、次の質問行きたいんですけど、じゃあその夢、はい、まあビジョンですね、今の目の前にいると少しでも笑顔に
あとは、まあ、体験を中心にしたことだったり、あとは、まあ、ワクワクの中心に自分がいるような状況ですとか、まあ、いろいろ話してくれてながら、その目標やビジョンを、達成するための、具現化するための、まあ、目標であったり、計画などありましたら、よろしくお願いいたします。そうですね、まあ今は本当にカメラマンとして、まあ、活動してますし、ディレクターとしても活動してるんですけれども、まあ、そのずっともともと旅行代理店にもともと新卒で入社してて、でそこで3年ぐらい、まあ、働いてたんですけども、でその時にこうやっぱり、年にこう数回添乗員として、まあ、旅行の現場に行くことがあって、でその時に、まあ、お客さんと実際こう直にこう触れ合って、なんかこう僕はツアーを作る側やったんですけど、で、まあ、年に何回かこう、まあ、自分のツアーの視察っていう感じで、まあ、添乗として行ってたんですけど、まあ、そういう時にお客さんから生の声を聞くわけですよね。現場でこの景色めっちゃ綺麗やわとか、このご飯めっちゃ美味しいとか、添乗員さんありがとうみたいな感じで言ってもらうときに、なんかすごいやっぱ B2C というか、まあ、直でそのお客さんとこうやり取りする仕事ってすごい楽しいし、やりがいになるし、自分の性格にすごい合ってるんだろうなっていう思いはずっとその時からあって、なので、まあ旅行代理店っていうところで、まあ、ツアーを作るんじゃなくて、やっぱりもっとお客さんと直接なんか近く、まあ、触れ合う仕事がいいなっていうところはずっと僕の思いとしてあって、で、その次にまあ広告代理店に入ったんですけども、でそれもまあ結構 B2B の仕事ではあったので、やっぱりこうお客さんというか、エンドユーザーの方からの声っていうのがあまり聞けなくて、僕が作った例えばホームページとか動画とかが、まあ、その企業様からいい動画作ってくれてありがとうみたいなのがあったんですけど、で結局それがなんかこう最終エンドユーザーは、まあ、その時は学生だったんですけど、学生がどう感じるのかとか、どういう思いで見てくれたのかとか、こっちの意図が伝わってるのかっていうのが全く見えなかったっていうのがすごくあったんで、すごいこうやっぱりそのエンドユーザーの、多分そのからのリアクション反応っていうのが多分僕にとってすごくやりがいになったりとか、すごくこう頑張れる原動力になると思ってるんです。でそんな中で、まあ、一応カメラマンっていう仕事に関して言うと、まあ、すごくもう分かりやすいというか、もう目の前でこの撮った方がありがとう、嬉しい、めっちゃ綺麗とか、記念になったみたいな、それを聞くのがすごい嬉しくて、なのでそのまあ目標を達成するためのまあ一つのまあ方法として、こうカメラマンとしてそのいわゆるエンドユーザーさんというか、お客様にもう直接ガンガン会って、こうガンガンそういうつながりとか、なんやろ、コミュニケーションとか、一緒に作っていけるように、今はもうとにかくいろんな人を撮影させてもらって、いろんな人と関わって、いろんな人とこう一緒に、なんだろう、前に進んでるというか、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます、はいはい、もう直接ガンガン出会って行くというところで、本当に、そうですね、シンプルにそういうことです。シンプルにもう、はい、何かこう決めて勝ちっていう、はい、今ここ一生懸命もうこうね、はい、ガンガン動いてるイメージがすごくきたんですけど、まあ、そのね、直接ガンガンでやっていく、まあ、目標、まあ、計画という目標に対して、まあ、日々、まあ、実践するときに、まあ、心がけている指針、まあ、行動指針であったり、あるいは自分が実践するときにどんなことを、まあ、念頭にやるとか、まあ、そんなこととか、もしあれば、よろしくお願いします。行動指針ですか、自分が。はい、そうですね。目標や計画を、まあ、遂行するときに、自分自身がこの軸でやってるっていう、まあ、その、実践ですね。実践の指針などあれば、よろしくお願いします。何なんでしょうね。もう、でも本当になんか、まあ、直感は大事にしてます。なんか、面白そうな人だなとか、ちょっとやっぱなんか同じ職種の人でもこう変わってる人とか、何か分かんないですけど、とにかくなんかまあ自分が面白そうだなとか、何かプラスのものが感じられるんであれば、
とにかくまずはまあ行動してみようかなっていうところはすごくありますかね。うん、でまあ行動して何かダメだったらクソっていう感じですけど、うん、まあそれはそれでまあまあいい経験として糧にして、うん、まあとにかく僕は今ちょっといろんな人となんかこう関わったりつながったりしていって、なんかこういろんななんか知らなかった世界とかいろんな面白いことを知りたいなっていうなんかこう欲求がすごく強いので、そこに関してなんかこう変なフィルターは作らないっていうところは意識してる感じですかね。だからそのカメラマンを始めて本当になんかなんていうんですか、絶対普段やったら関わらんかったやろみたいな人種というか職種というかの人たちとか、例えばなんかプロのボディービルダーの方を撮影させてもらったりとか、なんか世界で活躍しているフラダンサーの方の撮影させてもらったりとか、なんかもう生きてたら絶対に関わらんであろう人と関われるって、でそこでこう撮影しながらいろんな話聞いて、あボディービルってそんな世界なんやすげえとか、あフラダンサーってそういうことでお金を稼いだとかしてたりとかみたいな、へえみたいな、とかなんかすごいもう知らないことがどんどん知れる、でそのきっかけになるのが、まあ、ある意味そのカメラというか写真撮影、これがなければ多分僕に多分そのいろんな方たちは価値を合う価値を感じてくださらないと思うんで、その一つのまあいろんなでもいろんな人とコミュニケーションを取るための一つのある意味ツールとしてのカメラがあるとも思ってるんで、もちろん撮影自体も大好きですけど、ある意味そういった僕の中でいろんな方と出会ってコミュニケーションを取って、でもっとなんかこうワクワクする新しいものを生んでいくっていうための起点のツールとしてカメラがあると思ってるんで、その気持ちは忘れずにとりあえずいろんな方と、うん、自分の中でフィルターをかけず直感でガンガン動いていく合っていくみたいなところは大事にしてるかなという感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。すごく最終的に話がまとまってきた、はい、なと思ったんですけど、やっとのお店が、はい、まとまってきました実際に、先ほど一番冒頭にお話ししましたあのことに関して、うん、前に一つの笑顔に感謝、うんうん、あと、まあ、新しいものが生まれる瞬間にっていうところなんですけど、うん、まあ、そういったものがね、常に、生み出され続けるため、あ、生み出し続けたいと思ったきっかけとか背景などありましたので、お願いいたします。はい、まあ、それは先ほどちょっと触れたんですけど、まあ、あの、前職旅行代理店とか、広告代理店とかっていうところの、まあ話になってくるんですけど、まあ、やっぱりその B2B の、まあ、仕事であったりとか、お客様、エンドユーザーとあまり触れ合わないことが多い仕事に対して、何かこう、ん?っていう自分の中でハテナがあったというか、うん、なんか、僕はこれは一体何を社会に提供しているんだろうかっていう、まあ、なんか自分の自己満じゃないこれみたいな、なんかっていう思いがすごくあって、ツアーもだから自分が作ったツアーが果たしてこれがどんだけ喜んでるのかわからんから、なんかわあいっぱい売れた自己満それみたいな感じとか、うん、まあホームページ作りましたとなってもなんかね、企業さんからありがとうって言われて、あいえいえみたいな、いいホームページできたな、いいキャッチコピーやな、いい写真やなとか、これ自己満みたいな、結局だから僕は何を残してるんだろうこの世に的な感じの、まあ、ちょっとね感じになったりとか、うん、っていうやっぱりなんかそういうこう何かモヤモヤした思いっていうのは結構ずっとあったっていうところで、でまあそれきっかけで、まあそのもちろんカメラとかもなんか始めてみたりとかした中で、うん、あやっぱ僕がしたかったというか、なんか好きなのはこういうことなんだなっていうか、その直になんかエンドユーザーと触れ合って、でその時にまあ感謝されたりとか喜んでもらえたりっていう瞬間が、すごく自分は好きなんやと思ったし、それをまあ仕事にできたらめちゃめちゃええやろなっていうのを感じたんで、なんかそういう、まあ、過去の経験から今のやってることっ
ていうのを、まあ、見たときに、うん、それがすごく、なんか、原体験というか、なんかずっと思ってたものが形になった瞬間なのかなっていう感じですかね。ちょっと質問の回答になってないかもしれないです。すいません。いやいやちなみにですね、あのまあ世の中にもたくさんの人がいます。はい、で、その中で、まあ、B2B、うん、ビジネスビジネスのことで、うん、まあ、満足してしまうこと、B2C、なんかここにモヤモヤを感じてしまう、なんかここに違和感を感じてしまう人ばかりではないのかなと、うん。そこに、さらにこう違和感を感じて何か動き出そうと思ったその原動力が入っていって思った。おそらく皆さんがみんながそう思うわけではないと思うんですよね。うん、うん、うん。でもそこに対して木下も問題意識、なんか違和感、モヤモヤを感じて動き始めた。そのモヤモヤの正体って何だったと思うんですかね。何なんでしょうね。何なんかわかんないですけど。多分、すごい、なんていうんですかね、大雑把な言い方をしてしまうと、もうなんかそういう人間だったんだろうなっていう感じですね。僕がなんかそのなんていうんだろう、うん、なんて言ったらいいですかね。ちょっとわかんないですね。人間の話になってますけど。そうなんですよ。なんかすごいなんかスピリチュアル的な話になるのかなと思って。なんかちなみに親の教育ですとか、例えばこういう、うん、なんていうんだろう、人のためにあれじゃないですけど。うん、やっぱこう、うん、常に疑問を持てとか違和感とか、親の教育とか、家庭の教育が結構、今の 人間形成にあるとかっていうのもあったりはするんですけど、うん、なんかそういったところとかは、うん、それがないんですよね。うん、それは、むしろ、そう、はい、そうですね。そこはあんまりないかっていう感じです。なるほど。そういう人間っていうところ、はい、この、まあ、人間岸本さんは一言で定義すると。どんな感じなんですか。あ、もう一回言ってすいません。人間岸本さんを一言で定義するとどうなるんですか。はい、うん、なんでしょうね。いや、僕が僕を一番分かってないかもしれないです。なんかすごくなんていうんですか、慎重な面もあるし、臆病な面もたくさんあって、なかなか石橋をめちゃめちゃ叩いて渡るタイプなんですけど、でもなんか周りからするとそういう風に見られていない部分もあったりとか、他の人からしたら、ようそんな一人旅してわけ知らんコミュニティにガンガン入っていけるなみたいなところとかもあって、なんかこう不思議ですね。だから本当になんていうんですかね、直感で生きてるって言ったらなんかちょっと言葉違いますね。なんかでもほんまに多分なんか楽しそうなこと、面白そうなこと、うん、そのさっき言った、うん、なんかみんながニコニコゲラゲラ笑ってるバーとか、なんかこうなんやろ、新しいものがなんか生まれていくようなバーみたいな、なんかそういうなんかこう自分が知らない何かものに対するワクワクが多分好奇心が強くて、でそれに対して飛び込んでいけちゃうパワーがあるのかなっていう感じではちょっと認識してます。はい、そんなぐらいかな。はい、はい、ありがとうございます。これ最後の質問になってくると、ちなみにその、まあ、新しいものが生まれる瞬間とかっていうのもなんかすごくなんかイメージ伝わるなと思って、うん、あの、まあ、世の中の人とかっていうのは結構やっぱ逆境をバネに今現実を生きる力を作っているって言ったりするんですけど、うん、例えば先ほど言った、うん、あの木本さんが、まあ、自分ではこういうタイプなんだけど周りからこう見られてるっていうところでの、うん、例えばギャップだとかジレンマとか、うん、まあ、そういったものが、うん、例えば今ここに原動力になってるとか、うん、なんかそういうちょっとこう悔しい悲しい経験をしたとかっていうのは過去にあったりするんですか。悔しいジレンマ、そうですね。ああ、ごめんなさい、出てこないです。なんやろ。ジレンマ。僕の中でですか。これが一番の原動力になってる。まあ、こう、プラスの感動するとか、楽しいとかっていうのも原動力になったりするんですけど、うん、それよりも、やっぱり自分の悲しい経験をしてしまったとか、大切な人を失ってしまったとか、これに対して喪失してしまったっていうところのエネルギーがものすごい爆発的な
力を発揮することが多かったりするので、うん、そういったところとかがもし終わりになりましたら、うん、まあ、お聞きできたらなと思います。うん、いやー、ごめんなさい、パッと出てこないです。すいません。大丈夫です、大丈夫です。はい。大丈夫です。無理にないです。ただ、ないっすね。大丈夫、大丈夫。ただ、やっぱりその、違和感、B2B、うん、ビジネスビジネスじゃなくて、やっぱこうエンドユーザーの顔が見える、うん、エンドユーザーの反応が見えない、その、まあ、社会とか、まあ、そういった、ね、うん、ところに少し違和感を、疑問を感じて、うん、まあ、外に出てみたっていうところでの、うん、今の岸野さんの活動なんだなっていうのはすごく分かりましたので、はい、はい、ありがとうございます。はい、では、最後になりますが、この動画ですね、見てる方に、まあ、一言ですね、まあ、これからの抱負でもいいですし、コメントをいただけたらと思います。はい。そうですね。なんか僕自身もすごくなんていうんですかね、まあ家庭環境もその、まあ、親が結構公務員、両親とも公務員で結構カチカチの家庭ではあって、でまあなんか昔からまあなんかまあ高校、まあ高校もいいとこ行っちゃって行って、大学も行ってで普通に就職してみたいな感じで、まあ、ある種こう普通の道をずっと歩んできたというか、まあ、それに対して、まあ、疑問は持ちつつも、なんか、まあ、さっき言ったその石橋叩いて渡るじゃないですけど、まあ、なかなかこうやりたい思いはずっと口に出してたんですけど、なかなか踏み出せへん自分っていうのもずっといてて、でなんかこう、まあ、いろいろ、まあ、でもとはいえ社会経験は積まなあかんと思ったんで、まあ、もちろんサラリーマンとして、働いてもいましたし。で、まあ、なんかそういう中で、でも、なんかね、よくほんまにいろんな自己啓発本とかビジネス書とかなんかね、なんでもよく言うんですけど、なんかとりあえずやってみたら、なんか変わるんじゃないみたいなのは、でもあれはもうほんまに、うん、僕の中でもあったなとは思ってて、すごい自分の中で何かをこうなんかめちゃめちゃ覚悟決めてやったとか、めちゃめちゃ何かこう思い悩んで考えて行動したとかじゃなくって、なんかすごくラフな気持ちでなんかカメラっていうのも始めたっていう経緯もあって、でそれがなんかこうやってたらなんかすごく楽しくて、まあその今の仕事がディレクターっていう仕事が一応まあカメラマンと一緒にまあ仕事をする、カメラマンとかライターとかデザイナーとかっていうのと仕事をするっていう業務になるんで、まあ、ある種カメラマンとの接点はすごい近かったんですよね、ずっと8年ぐらい。でその中でまあ写真っていうのにちょっと興味があって、何気ない気持ちで始めてみて、で何気ない気持ちでなんかこう例えば SNS とかで投稿してみたら、なんかこう撮ってみたいな感じでこう言われる人がなんか来て、で撮ってまた投稿したら別の人が撮ってって言われて、なんかこうなんかそういうほんまになんか何も考えず、なんか好きやから始めてみようみたいな感じで始めてみて、それをなんかこう軽く発信したらそれに対する反応が来てっていうことで、すごくなんだろう、僕自身あまりそういうなんかずっとこうなんかやりたい、なんかやりたいって思いはあれつつ何もできなかった自分がいたんですけど、なんかこんなにあっさりというか、こんなに腹ある種腹くくらず、なんかライトに始めたことでこんなに道が開けるんだっていうのは今すごく感動してるというか、驚いているというか、へえすげえなって思ってるところではあって、だからとにかくまあなんていうんですかね、メッセージってそんなまあ大層なもんじゃないですけど、まあいろんな方がもしなんかやりたいなとか面白そうやなとかっていうものがあったとしたら、多分それをね、まずはやっちゃうべきやと思うし、でやっちゃった中でなんか好きならやり続けれると思うんで、やり続けてたら多分何か続けることってすごい大事だと思うんで、やっ続けてたら何かね、多分新しい化学反応というか周りからのコミュニケーションとかもあって、なんか気づけばなんかおもろいところにたどり着いちゃったみたいなことが多分すごくあると思うんで、なんかそういうまあある種直感じゃないですけど、そういうところの思いっていうのはなんか大切にして
言ってもらえたらなとは思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、本日はですね、はい、カメラマン兼動画ホームページパンフレットの制作ディレクターを務めています下津さんを、はい、ゲストに、ゲストに、まあ、インタビュアーとしてきました。これからもよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、はい、ありがとうございました。お願いします。はい、失礼します。